はい、それでは説明をさせていただきます。まず資料の1ページを開きください。令和2年第3回立て審議会定例会提出議案の概要でございます。提出議案の総数は46件でございます。1ページにございますように、まずは専決処分の承認3件、これにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る専決処分をしましたので、承認を求めるものでございます。2ページでございます。人事案件が3件、それから条例の一部改正2件でございますが、議案第85号につきましては、伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例ということで、大石小学校を掛田小学校に統合するための条例の一部を改正するものになります。これにつきましては後ほど説明をさせていただきます。続いて7ページでございます。補正予算7件でございます。伊達市一般会計補正予算、144,628,278,000円の補正をします。これにつきましても後ほど説明をします。その他特権につきましては特別会計の補正でございます。続きまして4ページを開きください。決算21件です。各会計の決算でございます。一般会計から特別会計、それから財産区特別会計の決算、そして水道事業の特別会計の決算でございます。5ページお開きください。その他1件につきましては指導の廃止変更の案件でございます。そして報告が9件、これにつきましては市が出資をしております法人の経営状況を説明するための報告書の提出でございます。以上が概要でございます。続きまして一般会計の7ページをお開きください。一般会計の決算の概要でございます。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支が26億2,933万7,000円、そして形式収支から翌年度へ繰り越す額を差し引いた実質収支が16億7,906万7,000円ということになっております。そして財政調整基金の残高が25億7,946万8,000円、一般会計全体の年度末の基金残高でございますが118億8,000円、とびとび7万8,000円になっております。令和元年度につきましては台風19号の甚大な被害の迅速な復旧に努めるとともに、第二次総合計画の実施に向けまして、切れ目のない子育て支援の充実、住環境の整備、そして新規就農支援など地域の産業振興の事業にも積極的に取り組んでいただきます。8ページを開いてください。元年度の主な取り組みでございます。まずは就農支援事業でございます。新規就農者の確保定着のために経営の不安定な就農初期等の支援を行ったところでございます。1,228万6,000円です。それから続きまして認定こども園等整備事業、伊達認定こども園の定員増を行うにあたりまして、伊達こども園の園舎の増築工事に対する補助を報告したところであります。7,176万円でございます。続きまして保育施設等整備補助事業です。小規模保育を実施しようとする事業者に対しまして施設整備の一部を補助いたしました。
6686万5000円です。続きまして、高校駅北地区住宅団地整備事業であります。高校駅北地区都市価格整理組合に対しまして、工事費用、工事費用といいますのは下水道や公園、それから道路整備など市の施設の整備をするにあたりまして、それに対する一部の工事費の一部をの補助金、一部を工事する費用に対しまして補助金を交付したところでございます。2億円です。続きまして、保原総合公園拡張整備事業、大泉駅の南側に今整備をしています小原総合公園拡張事業でございますが、駐車場の確保や公園機能の拡充のために、年次計画により事業の推進を図りました。2億4921万5千円になります。以上が決算の事業の主な概要でございます。続きまして、財政調整基金実質収支の状況でございます。財政調整基金につきましては、平成19年度末の残高につきましては5億5000万円でございましたが、平成24年度からは40億円台を推移をしてきました。平成29年度から各事業の財源としまして活用したため、令和元年度末の残高につきましては25億8000万円となったと思います。続きまして、9ページを開けてください。地方債残高の交付税導入額と参入額と事項財源の推移でございます。地方債残高は400億6000万円となっております。うち、これは平成元年のところですね。うち、交付税により措置されるものが272億7000万円、自己財源で返済するものを127億9000万円となっております。地方債残高のうち約 70% は交付税により措置される予定となっております。これにつきましては、合併特例債や学校教育施設等整備事業債など交付税措置のある有利な地方債を優先して活用して借り入れを行ってきたものであります。続きまして、その下ですね、健全判断比率および資金不足比率でございます。実質公債比率の3カ年平均のところでございますが、6.9% で前年度 6.6% 比較もしまして 0.3% を増加をしております。将来負担比率につきましては 54.4% とおりまして、前年度の 39.5% と比較して 14.9% 増加をしております。しかしながら、国が示します健全化判断比率基準、これは括弧の中の数字でございますが、との範囲内となっておりますので、ただ市の財政につきましては健全な状況と考えております。続きまして、10ページです。一般会計以外の決算の状況でございます。特別会計12会計、それから企業会計つきましては記載の通りでございます。続きまして、11ページにお書きください。令和2年度9月補正予算の概要でございます。補正額14億4627万8千円、補正後の額417億8662万円となっております。12ページをお開きください。主な事業の内容でございます。まず1番目でございますが、小学校施設整備事業5491万6千円、伊達市教育委員会におきましては、教育施設の耐震化計画に基づきまして
安全安心な教育環境の整備を進めているところであります。今回の補正の内容でございますが、耐震化が不足しています太田小学校屋内運動場体育館ですねの耐震化、長寿命化のための改修工事を行います。耐震化にあたりましては、窓のところに、枠付き金属ブレースというもので、補強をしていく予定であります。これにつきましてはですね、この耐震化につきましては実施設計が完了したしましたので、早急に実施をしていくということで、今回この補正に計上したところであります。また天井照明の LED 化、トイレ改修等の工事を行います。事業総額は1億1000飛び54万5000円であります。これは令和2年令和3年の工事でありまして、そのうちの5491万6000円が今年の支出分ということになっております。伊達市内の現在の小学校の耐震化率につきましては 88% となっております。これにつきましては令和3年度までの工事を実施しますので、令和3年度で伊達市の小中学校の耐震化率については 100% となる予定であります。続きまして13ページでございます。道路新設改良事業であります。3億5617万4000円です。新市建設計画に基づき道路の新設改良を進めております。交通利便の利便性および安全安心な道路ネットワークの構築を進めているところであります。内容につきましては、市道大柳高子線の阿武隈急行の歩道橋の改修を行います。こちらの写真にありますように、ここにつきましてはですね、市道大柳高子線でございますが、県道福島穂原線から伊達の方向に抜けます国道399号線を結ぶ重要な路線となっております。今回合わせて高岡駅北地区土地区画整理事業をも行われますので、それによりまして、ますます交通量の増加が見込まれる路線でございます。現在総合交通、いわゆるその片方から降りていくときに相手方は待っていなきゃならないんですけども、総務交通から2車線化にすることによりまして、混雑の解消と交通の利便性、そして安全性の向上を図ってまいります。これにつきましては令和2年から5年までは4カ年工事となります。総事業費は6億7千とび52万4千となっておりまして、先ほどの金額につきましては今年度分の支出ということになります。それから続きまして3番霊山高原構想推進事業であります。霊山子どもの村は昭和47年7月に開園をしまして、令和4年に開園50周年を迎えます。自然体験、それから科学体験により遊び学ぶ施設としてより充実するようにリニューアルをしていきたいと考えております。内容でございますが、木造作りの心安らぐ休憩スペースとしまして、現在ありますバーベキューハウスの隣にですね、開放型休憩施設を新設していきます。新設に向けた準備としまして、造成または実施設計を行うということです。この休憩施設の工事につきましては令和3年に実施をしてまいります。続きまして14ページです。ふるさと納税事務6195万7000円です。ふるさと納税の寄付受付額が7月末時点で年間の寄付見込み額、収入額を上回る6363万7000円となりました。今後さらにふる
ふるさと納税の寄付の機会を広げてまいりたいと思います。今回の補正の内容でございますが、ふるさと納税受付額の増額に伴う返礼品対を含む事務業務にかかる費用を増額といたします。さらなる特産品 PR だとふるさと納税寄付額の向上につなげるため、現在楽天とふるさとチョイスの2つで納税を募っておりますが、3つ目のポータルサイトを11月下旬に構築を行ってまいります。以上が令和2年の第3回伊達市定例会に提出する議案の概要でございます。続きまして15ページを開きます。先ほどお話をしました大石小学校の統合でございます。大石小学校を掛田小学校へ統合、伊達市教育委員会におきましては、児童の減少に対応した教育機会の均等と教育水準の質向上を図り、教育的効果を向上させることを目的としまして、伊達市立小中学校適正規模適正配置計画を作成をしているところであります。この計画に基づきまして、小学校統合について保護者及び地域の方々の同意を得るために説明会を行ってきたところでありますが、霊山地域内の小学校4校のうち統合対象の大石小学校につきまして同意が得られましたので、令和3年4月に掛田小学校への統合を進めてまいりたいと考えております。統合の目的につきましては、多様な考え方に触れる機会が得られる、そして、社会性やコミュニケーション能力を育成することができるということで、進めていきたいと考えております。統合の時期は来年の4月1日でございます。下に3番のところに児童数を書いてございます。参考にしていただきたいと思います。続いては1ページをご覧ください。統合に向けた準備としまして、児童へのケア対策としましては、掛田小学校と交流事業、新型コロナの関係がございますので、なかなか実際に交流事業というのは発表やることができないので、リモートによる合同事業を実施をしていきたいと考えております。またスクールバスによる送迎も実施をしてまいります。それから地域との関わりでございますが、地域の行事などの教育資源を教育活動に活用していく、それから閉校記念事業を実施を検討してまいりたいと考えております。続いて17ページでございます。赤坂の里森林公園管理棟完成披露です。赤坂の里森林公園の利用者、特にキャンプ利用者の利便性の向上のために、赤坂の里森林公園内にコインシャワー等を設置をした管理棟を新設をいたしました。これにつきましては、延期をしていた管理棟の完成披露を行うということでございます。8月の31日の10時から赤坂の里森林公園管理棟前で行います。これにつきましてですね、現在キャンプブームということで、今年も4月5月についてはコロナの関係で利用者は減少しておいたところでございますが、6月7月ということで大幅に昨年度と比べて2倍の利用者がございます。リピーターの方が非常に多いということ、それから、その方にお話を聞きますと、自然環境が非常に良くて、キャンプもしやすいという話がございました。こういった管理棟が完成することによって、より充実した森林公園になってくるのかなというふうに考えているところでございます。次のページからその資料でございますので、後ほどご覧ください。続いて20ページをご覧ください。柳川美術館企画展です。要証明原画展
ウェルゲン絵画絵本誌でございます。絵本作家の要証明誌の原画展を開催をします。初日にオープニングセレモニーとサイン会、11月には本人の講演会とサイン会を実施をします。要証明誌につきましては、絵本やウェルゲン画をはじめ多くの作品を発表し続けている人気作家でございます。絵本原画やデビュー前のスケッチ、それから油彩などの展示を踏まえまして、作者のこれまでの足取りをたどりながら市民が気軽に芸術に触れる機会を提供してまいります。日時は前期と後期があります。前期は10月の10日から14日間、後期は11月の7日から32日間展示をいたします。イベントとしましては、オープニングセレモニー10月10日サイン会も行います。それから11月の22日に要証明誌による講演会、そしてサイン会、それから翌日11月の22日には要証明誌による作品紹介とサイン会を行います。次のページでございますが、要証明誌の本格的な原画展につきましては、県内で約20年ぶりに開催というふうになっております。次のページから、その展示原画展のパンフレットがございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。私から以上でございます。こちら民放の花です。はい、よろしくお願いします。小学校の統合についてですが、奥仁省と石田省の2つについてはまだ合意が得られていないということで、お話し合いをさせていただいておりますが、その2個につきましては、地元の皆さんが統合についてのまだ、全体的な理解が得られていないというところでございます。今後引き続きお話し合いをさせていただきたいというふうに考えております。何か地元の方からの意見などはというのは、統合しない方を、特にございません、はい、いつまでに統合したいというような時間で、そこは地元の皆さんとの件お話し合いをした上で、合意が得られた上で統合をしていきたいと考えています。わかりました、ありがとうございます。福島民友の小泉です。小学校の統合についてだったんですけども、統合後の校舎の利活用について何かアイディアとかが出ていれば教えください。またです。これから地域の皆さんとのお話し合いをしながら、また伊達市のですね、市の施設の今後の計画もございますので、そことの兼ね合いも考えながら検討していきたいと思います。あともう一つなんですけど、大石小学校は、入学児童、今年4月入学してる児童っていうのはいるんですか。はい、お答えいたします。大石小学校は今年、令和2年4月に入学してる児童はゼロでございます。何年かゼロの状態が続いてるっていうような感じですか。はい、お答えいたします。令和2年度、それから令和平成31年度ゼロということになって、2年連続ゼロということでございます。平成31年から2年連続でゼロの状態が続いているということですね。はい、分かりました。で、ごめんなさい、最後もう一つなんですけど、統合について、統合、時期とかっていうのに対して、こう地元のその住民への多分再度説明会を開くと思うんですけど、その日程とかって決まってますか。大石小学校、そうですね、大石小学校に ということです。大石小学校につきましては、地元の住民の皆様には説明会は今後は開く予定はございませんが、何かご質問等ございましたらば、その都度お答えするというふうな対応でございます。直行の統合時期に関しては、じゃあ地元の人にももう示されているというような認識でよろしいでしょうか。大石小学校についてですね、はい、はい、示しておりまして、同意をご同意をいただいているということでございます。わかりました、ありがとうございます。他にございますでしょうか。どうぞ。
島中央テレビです。9月特製のこの予算の財源というのは何でしょう。主な財源は何でしょう。財務省の資料です。熊本線につきましては、先ほどの決算の今回議案も出ておりますが、決算剰余金の繰越資金が歳入としては一番多いものになっています。また事業に伴いまして、今回の学校の改築等も、ね、参加しておりますので、それ分の補助金、記載等が入っています。財政ってこれ平和元年度の財政なんですけど、今ってどんなものなんですか。まあ、この予算を執行している部分で最初にお答えいたします。決算の方でも説明いたしましたが、元年度末の決算として25億を予定しておりまして、当初予算等で財政調整金約10億、あとコロナ対策等で、財政調整金も投入してまいりましたが、地方創生臨時交付金の国からの交付、あと今回の繰越金を入れまして、当面、財政の取り崩しですね、今度今のところ予算のところは、まあ、3000万ぐらいの取り崩しというレベルまで戻せているところです。ありました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは、今回の記者会見の内容以外のご質問がございましたらお受けしたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。先日はイオンの話で計画を出されたと思うんですけども、提出されたと思うんですけども、今後 の進め方というか、今後の方向性をお話しいただく、まあ、もちろん着々と事務手続きをするということに尽きるんだと思うんですけども、まあ、そこを踏まえつつも、まあ、市長としての、まあ、今後への進め方というか、その辺をお話しいただければ。はい。地区計画につきましては、県との事前相談が終了いたしまして、8月の18日付で県に対しまして、下協議の申請草案を出したところでございます。今度県の方でですね、下協議のその草案に対しての意見をいただいた上で、市の方でその素案を受案して公表していくというようなことになってくると思います。まあ、市としましては地区計画につきまして、まあ、都市計画法にのっとった形で着々と進めていくということでございます。まあ、その辺まではいわゆる行政の手続き的なところだと思うんですけど、まあ、造成を目的にやられているんだと思うんで、まあ、造成するということはもう、まあ、改めてですけど、まあ、これから検討の話し合いもあるとは思うんですけども、まあ、やっぱりその作っていくというような方向性でよろしいか。市としましては、まあ、今までもお話をしておりますように、地区計画を決定をいたしまして、そして土地区画整理事業を実施をすると。で、その土地区画整理事業を実施した後、まあ、実施と合わせまして、県の方に市街化調整区域から市街化区域への編入ということの申請といいますかね、をしていくというような形になっていくと思います。ですから、そういったこう手続きにのっとった形で、進めていくということには変わりはないです。手続きにのっとってやろうと思ってもなかなか前に進んでこなかった現実もあると思うんですけど、その辺はどうなんでしょう。まあ、今になって動いてるわけですけど、まあ、それは県とお話し合いしなとしても進めていくというところです。まあ、今の話、まっすぐり条例とかも入ってなかったんですけど、まあ、これからも進めていくというような、まあ、やり方としまして、地区計画からその土地画整理事業をして、そして市街化調整区域、市街化区域への編入を進めていくと。で、市街化区域の編入できる見通しが立った時点で、署町条例ですか、それの届け出をしていくということですので、まあ、今までもそういう、こう考え方で進めてはきたところなんですが、その機運が高まったと
というところで今進めているんだというふうに考え進めているところです。その機運の高まりっていうのは何で機運の高まりですか。やっぱりあれですね、ソマクシマドルの対通ということで、やはり最適値道路地の部分がインターチェンジも設置されますので最適な場所だということ、そしてそれと合わせまして今まで県北地域から商品が流出していた、それを取り戻す、またはここから消費を入れるということの絶好の機会だということから今が一番 その進める時かなというふうに考えて始めているというところです。ありがとうございます。他にございますでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。本日はお疲れ様でございました。